私は今、まあ、名人の中でも王位名人って言って、実は88頭巡りの名人を44回以上達成してますので、まあ、いわゆる一番今のところ位が上の名人と説明したらいいですかね。最初はそのスタンプなんかない時代、温泉道っていうのがない時からもう温泉入って回ってましたけど、まあ、そこでこうなんか自分が形に残るっていうんですかね、スタンプで入った温泉がこう分かるようになって、なおかつ名人になればそれなりの称号をいただけるということで、まあ、どうせ入るならスタンプ押そうっていうような感じでやってましたので、運を抜いた珍湯というか、まあ珍しいお湯なんですね。でも奇跡的にもう泥がまあそのしっかり入ってて、で pH がまあ 1.78 ぐらいというね、もうこれだけ個性のあるお湯が本当に名盤のこの別府にあって誇りに思うぐらい、これはもう日本中の温泉マニアの人が見てももう本当に有数の名湯だと思います。お風呂っていうイメージと温泉っていうイメージがやっぱり分かれるんですね。で日常生活のお風呂っていうのもとっても素晴らしいんですけど、やっぱりここまで来るともう毎日温泉入ってる私たちでもいや温泉って思うんですよね。いかにももう別府に慣れたあの温泉が日々ある私たちでもまだ温泉を感じるというね、まあ、そういうこう素晴らしさですよね。石鹸とか実際使わないですから、まあ、普通の温泉だとこうナイロンタオル持っちゃって全部頭も洗うんですけど、それとは全く別でやっぱお湯のこう、まあ、味とか香りとか、あと泥塗って楽しんだりで、湯上がりの、肌のサラサラ感とか、爽快感とかもう全く格別ですね。まあ、この酸性の泥湯っていうクラスでは間違いなく日本で有数のもうトップでしょうね。そう思います、まあ、とにかくこの大地の恵みがこれだけ溢れてるのっていうのは日本でも一番別府なんですよね。でそれにやっぱりこう恩恵を受けないともったいないというので、まあ、すごい癒しのオーラがこう体に満ちてきますから、ズバリ幸せになりたかったら別府八湯を毎日入り続けるということ、これがね本当にこう幸せになれる方法だと思うんですよね。